えー、皆さん、こんにちは。こんばんは。えー、ミッキーでございます。やったー,ー助かった。助かりました。今日ですね、えー、っと、まあ、Nintendo さんから、えーと、正式にね、Switch の、えーっとね、バージョンアップ版が出ることが発表になりました。 もしね、昨日ねええー、と3000円のクーポンに釣られて買っておったらえー、昨日買ったばっかりなのにーチーンってこうねなってるんですけどもとりあえず今回ねあの内部設計をねあの見直して一応公式上はね電池の持ちがえっ、ー、と良くなったと。 いうあのまあ、処理がね、どうこうっていうのはないんですけども、まあ、えっ、ー、とね、内部の構造を見直してるってことは、まあ、パッと見分からん程度の、こうね、滑らかさとか、そういう部分では、えーと、効果があると思います。でですね、あの、まあ、バッテリーの持ちが良くなったっていうことイコールですね、えっ、ー、と、熱効率が、 良くなると思われるのでねえっ、ー、とまああの初期の頃ねよく問題になったあのこう水溶きのドックに入れとくと熱くなってなんか変形がするっていうなんか不良があったみたいでそういうのがね全部改良されるんじゃないかと思いますまあとりあえずねあの昨日買わないでよかったなと思いますね で多分ね、昨日買ったら買ったでね、チェバッテリーの持ちぐらいだったら別にいいやって、あの、すごい、えー、っとね、こう、負け惜しみを言ってると思うんですけどね。まあ、とりあえず、えー、っと、まあ、買わないでよかったということで、一見落着かなと思いつつ、でもやっぱり、あれじゃないですか。 性能アップ版出すんじゃないですかっていう気もせんでもないですけどね。まあ、うまいことねあの、スイッチライトで,で、ちょうどやっぱりね、アマゾンプライムのね、終わりに合わせて新型機をこう発表するっていうところがね、やっぱりね、憎いっすよね、任天堂さんね。で、これでまたあれじゃないですかね、あの、今度なんか、えっ、ー、とね、ドラクエの あれですよね。同梱同根版っていうか限定モデルが出るんですよね。限定モデルの発売後ぐらいに、あれじゃないですかね。また、あの、性能強化版っていうのを出すんじゃないですかね。と、私は勝手に、あの、妄想してるんですけども。まあ、買う買う言うて、そうやって何回出るんじゃねえか、出るんじゃねえかっていう、こうね、やってるうちに、どんどん、あの、結局買わないっていうね。<laughs> すごい嫌なあのユーザーなんですけど、<laughs> 私の場合は、あの、ね、パンツァードラクーンの発売日と、あれですね、メトロイド次第では、もうね、えっと、もし明日にでもね、メトロイドの発,売あの発売日のアナウンスだったらね、もう、選択肢はないんですけどもね。あと、あれですよね、なんか、ベヨネッタも結局、私ね、あのー、 ベヨネッタのね、1はね、あれなんですよ。Xbox 版でやったんですよね。で、2がね、なんかあの、Wii U 専属になるって聞いたときに、またしばらくしたら他の機種で出るんじゃないかなと期待したんですけど、結局出ませんでしたよね。で、今度また、ベヨネッタ3かな。3がなんか、一応予定があるみたいなんで、それの同梱版とかどうなんかなと思いつつ、 まあねそ、そういうことを考えられると、ほんまにね、いつ買ったらいいんやっていう話になってしまうんでね。やっぱり、まあ、パンツアードラクーン、メトロイドあたりのちょっと情報をね、楽しみにして、まあ、その時期に、えっ、ー、と、本体をか買いたいと思います。任天堂さん、うまいね、情報の出し方がね。やっぱり、あのー、あとはあれですね。 転売屋さんに勝てるかどうかですよね。転売屋さんがこの世からいなくなりますように、祈りながら、えっ、ー、と、メトロイド、えー、パンツァドラゴンの発売日、えー、楽しみに待っております、えー。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったら、えー、いいねと、えー、そうですね、登録の方、よろしくお願いします。ありがとうございました。 ありがとうございました